こんにちは、山下雄平です。今回はカメラ写りの難しさについて考えてみたいと思います。 YouTube いいことスイッチ見つけたは始まったんですけども、まあ、正直メンバー一同自分たちがどう画面に映ればいいのかまだ分かっておりません。ちょっとこうわざとらしくなりすぎたり、失礼に当たらないようにはどうすればいいかななんかを考え出すと、もうどうしていいか分からないっていうのが正直なとこです。例えばこんにちは山下雄平です、デバイス一つ取ってもかなり印象が変わると思います。ちょっと試してみます。ちょっと元気に、こんにちは山下雄平です、なんかちょっとわざとらしいですし、でちょっとクールに、こんにちは山下雄平です、もうちょっとカッコつけすぎですし、絶対落ち着いてみようと思って、こんにちは山下雄平です、なんかもこう間延びしたりと、まあ、本当に自然体が一番だと思うんですけども、自然体でいるのは難しくて、まあ、皆さんすごいなと思いながら、何かアドバイスといただけたら幸いでございます。これからもどうか温かく見守ってください。ではまた。